FC まわりの金井が行かないと。皆さんこんばんは。 FC まわりの金井が行かないと、パーソナリティの金井良一です。この番組はまわりの本拠地を置く FC まわりの金井が楽しく選手やスタッフまたはゲストをお招きし、ご紹介するラジオ番組になっております。はちゃめちゃなラジオ番組ですけれども、前回はですね、背番号34番細川選手、背番号29番飯泉選手に出ていただきました。鹿児島戦にかけた思いとかね、鹿児島戦が終わった後の、収録放送だったので、その試合について、熱く、語っていただきました。コロナの問題でね、選手が揃わない状況の中で、試練を超え、チャンスと捉え、新しい歴史を作る、そんな、なんか感想を、僕個人も抱きました。前回の放送聞かれてない方は、新まわり YouTube チャンネルから、ご視聴ください。さて、今回もゲストを、交えて放送していきたいと思います。まあ、今週末はですね、陽決戦ということです。 FC まばにとってはアウェー、愛媛 FC さんにとってはホームの、今季2度目の試合になっております。まあ、その試合を盛り上げたくですね、今回2名の方にゲストにお越しいただいております。早速登場していただきましょう。FC まばに背番号3番駒野雄一選手です。よろしくお願いします。お願いします。もう、コマさんはもう何回出てるかっていうぐらい出ていただいてるんで、もう、寝起きで今日は。俺ってそんな多い方なの？少ない方？コマさん、まあまあ、いや、まあまあ出ていただいてますよ。あ、そうなの？だってラジオ以外でも YouTube とかもね、JFA の試合の振り返りやったりとか、結構いろんなところに出てもらってるんで。はい。大ベテランっすわ。それでもベテランの方なの？しかも全部ベテランっすよ、もう、コマさん。ほんま。若手のところないっすよ、全部ベテランなんで。今日もちょっといろいろ。はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。さあ、もう一方、ゲストをお招きしております。YouTuber の森明、ゆらたさんです。お願いします。チャイ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 違うんすよ、自己紹介の。紹介の仕方が。あ、違います？全然違うんですよ。YouTuber じゃなくて、はいはい、所属、背番号46番なんですよね。あ、なるほど。あ、そっちがお仕事。そうなんですよ。メインは金井さん。まだサッカー選手なんで、はい、あ、なるほど、なるほど。ちょっと自己紹介惜しかったですね。なるほど。はい、なんか YouTuber か、うん、ちょっともう一つ悩んでたのが、はいはいはい。愛媛 FC 森脇亮太の誘ってんじゃんレディオパーソナリティの森脇亮太さんで紹介しようと思ったら、そっちも違う。そっちはまあ違うこともないんですけど、メインはサッカー選手なんで。サッカー選手なんですね。そうなんですよ。なんか今の流れだと、うん、サッカー選手のところちょっと3番手気味になっちゃってるんですけど、うん、違うんですよね。そう思ってます。違う。違う、違う、全然。一番はサッカー選手。サッカー選手。すいません、失礼しました。全然大丈夫です。愛媛FC の背番号46番、はい、森脇亮太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか普通にちょっと紹介されると、照れる、照れますね、なんかね。照れるんかい。照れちゃダメだね、照れちゃね。森脇さん、うん、コマさんが、はあ、冷たい目で見てます。コマさん、ちょっともう長いな、長いなってね。もう森脇はいいよっていうね。コマさんとは長い付き合いなんでね、ある程度コマさんも森脇のことはね、もうこんな感じにしとけっていう、もうこんな感じがね、香りがちょっと短いからね、接し方がまだわかんない。ちょまだわからないの、コマさん。完全にまだ拾いきれてない、生駒さん、ちょっと。そう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 。ちょっと、じゃあ、ちょっと、
金井さん、このラジオ番組で、はい、金井さんの番組で、はいはい、もう、はい、とことんちょっとコマさんにアプローチしていくんで。なるほど。もうね、試合じゃ見せないアプローチを、ね、はい。いや、なるほど、うまい。うん、なるほどね。そういったところも踏まえて、森脇選手はね、日本を代表選手の経歴もありながら、はい、J リーグ通算では400試合以上。ね、もう、コマさんを前に、その僕の経歴は言わっちゃダメなんですよ、金井さん。やめてくださいよ。恥ずかしいんで、もう。恥ずかしい。もう僕はそこはもう内緒でお願いします。内緒。森脇、日本代表になった。コマさん、ちょこっと、ちょこっとだけ、コマさん。いつ。もういつ。いつだったか、コマさん、その話はいい。恥ずかしいんで。一応ね、3試合ぐらい出させてもらってるんですけど、多分コマさん出場時間ね、多分2分ぐらいロスタイムに残り20秒ぐらいで森脇来いって何回かね、2回で2分ってちょっと考えられんよ、うん、いや本当ね、だからボール触ってない時も試合あったんじゃないかなと思ってね、コマさんだから恥ずかしいんですよ、もうやっぱコマさんのね、コマちゃんの経歴はものすごいんでね、もう、はい。なるほどね。ちょっと今日はですね、メインは、伊予決戦、今週末9月10日、19時から行われます、インスタでね、行われます、伊予決戦についてが、まあ、メインの話になりますけども、はい、まあ、この番組で、まあ、その告知をしてもね、まあ、もちろんいろいろね、愛媛を盛り上げたいというところでは、とても大事な試合になると思うんですけど、まずはお二人の、なんか出会いの慣れ初めだったりとかね、聞いちゃうんすか、もう嫌なんていうね、コマさんも思い出ないから次行こうか、ちゃいちゃいコマさんちょっといろいろ僕は本当にもう、うん、ユースの大先輩なんですよね、うんうんうん、もう金井さんもね、ご存知だと思うんですけど、はい、サンフレユースの中で、うん、コマさんで、はい、森崎兄弟、カズさん、コウジさん、もうこの3人はちょっとね、言葉では言い表せないぐらいのレジェンドなんで、もう本当に、はい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 、まあ、今の選手、ユースに所属している選手もそうだと思うんですけど、うん、僕がユースの時は、もうお三方を、コマさん、うん、森崎兄弟 を目標に、もう頑張ろうっていう気持ちだったんで、もうなんかこうやって喋るのもちょっとおこがましいぐらいの感じですよ本当になんかあれですよ、 ポジションもね、なんか森脇さんサイドバックとかいろいろやられてると思うんですけど、そうです、そういう意味ではこうプレーのところとかも、まあ、そのもちろん経歴もすごい駒さんっていうところもあるけど、はい、うん、プレーも参考にしたりとかしてたんですか。めちゃくちゃ参考にしてましたよ、もうめっちゃ笑ってるやん。誰がですか僕がですかいやいやいや、もう本当にね、心の底からね、尊敬して、まあ、クロスとかもそうですし、もう本当に、もう今現代でも、コマさんを抜けるね、サイドバックはいないんじゃないかなっていうぐらい、うん、もうすべてに参考させてもらいましたね。もうクロスとかもそうだし、1対1のね、部分もそうだし。うん、コマさんのキックとかを参考にしてたらね、もう3球ぐらい蹴ったらもう足が痛くなるんですよね本当にやっぱ次元が違うと思いながら、なるほどなるほど、もうそれぐらいもう全部を僕は目標とさせてもらってましたね、はい、コマ、うんうん、さん今の聞いて嬉しいけどね、うんうん、本当ですかコマさん、なんかなんか僕ちょっとね調べたんですよ、でうちの夢スタでの、伊予決戦は6月5日に、うん、行われたんですけど、うん、これってまあ過去ね、コマさんとは森脇さんはどっかで試合対戦してるかもわからないですけど、6月5日の試合でなんか森脇さんが2種登録して初めてなんかデビューしたナビスコカップ、はいはいはい、なんか6月5日らしい、それは全然知らなかった。そんなこれ、はい、細かい情報まで、はい、ウィキペディアに載ってましたが、なんかコマさんが怪我して、うんうん、森脇さんがなんか出るみたいな書いてました。ウィキペディア情報だけだけど。なるほど、もう
出たのは覚えてますけど、日時とかは覚えてなかったですね。はい、あ。だからといって何が出てくるかっていう、そんな話出てこないですけど。なるほどね。森脇が覚えてないから話が盛り上がらんかった。やばい、こまちゃん、俺のせいだ。本当に。せっかく課題が調べてくれたのに。確かにね、デビュー戦だったんで、その試合っていうのは今でももう鮮明に覚えてるっていうのはありますね。本当にね、まさか出れるとも思ってなかったんで、とにかくここで活躍してプロになりたいっていう、もう無我夢中にやってたっていう思いはありましたね。なるほどね。なんか今回6月5日に伊予決戦ありましたけども、うん、愛媛 FC 森脇選手にとってなんか伊予決戦とかそういう我々としても初めてリーグ戦でこう愛媛 FC さんとも戦うみたいなところがあって、うん、まあそのダービーの重みみたいなんて、うん、愛媛 FC としても結構なんか重いみたいなんてあったりしたんですか？ありましたよ、それは金井さん。もうね、いろんなところでは伊予決戦って言いながらね、まあ心は冷静にっていうところはありましたけど、やっぱりね、同じ県に、J リーグチームが2つある。これはもう燃えないはずもないんで、もちろん伊予決戦っていう名前ですけど、まあ世界的にはまあダービーマッチとかね、そういうところも言われてる戦いでもあるんで、まあとにかく負けたくない。うん、もうそういう気持ちではいましたね。はあ、なるほどね。うん、まあ、森脇さんも残り、84分かなんかに多分出場されてて。そうです、はい、その試合も本当にちょっと前からね、今治との試合には出たいと思ってね、鼻息を荒くして、うん、ふんがふんがしながら監督にアピールしてたんですけど、その思い届かず、もうベンチスタートでっていう感じでしたね。まあね、悔しさも、途中から出てもね、活躍したいなっていう、そういう思いで過ごしてましたけど。なるほど。まあ、こういう、いわゆるダービーみたいなんて、うん、過去、いろんなところで多分やられてると思うんですよ。はい。やっぱりダービーって、やっぱりその、先ほどもこう、お話いただきましたけど、ね、例えば浦和とかやったら埼玉のダービーとかって、はい、うん、まあ、雰囲気とかってやっぱりその選手だけじゃなくて、うん、周りの雰囲気とかってなんかその時はどんなんだったんかなっていうのはちょっと聞きたいんですけど、ちなみにこれはなんかコンマさんに一回聞いたら日韓戦の話出してきたんで、話しづらいかもしれないですけど、確かにもうそれだいぶ上行ってんだよ。もうそっちのコマさんの取れ高の方が当たる相当すごいですよ。僕も聞きたいですもん、その日韓戦とかね。喋りやすいでしょ、もう聞いてないからさ。いや、あ、話をすか、日韓戦の話聞いてないからだ、聞きたいです。なんかコマさんに日韓戦がどうだったかのかっていうのも、もう、まあ、僕らも見てるだけでもね、韓国代表には負けないでっていう ね、応援してる側もそうだけど、まあ、やってる選手とかね、うん、実際にスタジアムに来てるファン、サポーターとかね、どんな感じなんかっていうのは聞きたいですよね。コマさん、今答えなくて大丈夫ですね。そうです。またちょっと、待って、今めちゃくちゃ聞きたい。これ、じらし系の番組なんですね。これは今治だけの話なんで。マジか、ちょっとコマさん、こっちにもちょうだい。もう、この話欲しいよ、ちょっと。たぶんめちゃくちゃ。今治のサポーターに話すことなので。そっちのないないの。たぶん、愛媛 FC のファンサポーターも聞きたいし、たぶん、愛媛 FC の選手も、そういう話はね、どんどん聞きたいんじゃないかなっていうのは。あるんですよね。3試合出てるからみんなに教えてあげるよ。コマさん、3試合のうち2分出場。本当、わけも分からず終わったっていう。本当にもう緊張してあっという間に、ね、本当。もう明日練習場に行ったらコマさんといろいろ話したこといろいろ教えてくださいよ。またコマさんにコマちゃんに何も教えてもらえなかったあったら。もう森脇の株が下がっちゃうじゃないの、コマさん。もういやー、いろいろ聞きたいですけど、またちょっとコマさんにね、お金をちょっと支払ってね。
お聞きしたいなと。投げ銭お願いします。投げ銭、ね。投げ銭ね。森脇さんはその、まあ、いわゆるこう、埼玉とかダービーとか、その、ま、町とかってどんな感じですか？もう、すごかったですね。本当に。うん、あのダービーの1週間前からの練習の時から、まあ、ファンサポーターの方が来て、もう練習場に横断幕とかっていうのをやって、もう絶対ダービーはもうこういう思いなんだ、もうとにかく結果を求めて戦ってくれっていうのを、もう練習場にまで来ていただいて、あの僕らに鼓舞してくれる、僕らに思いを伝えてくれるっていう、もうそういうダービーまでの1週間前っていうのはもうそういうところからスタートしてましたね。で試合当日なんかはもう本当にホテルから、うん、例えばアウェイのスタジアム、はい、ナックファイブとかに行くときなんかはその道にもうサポーターがずらーっと並んでもう太鼓を叩いてる、うんうん、もうそういうシーンを見たりとか、まあホームゲームでもね、サイスタの入り口なんかにはもうサポーターがもう大集合してとにかく太鼓を叩いて自分たちの歌を歌いながら選手をこう盛り立ててくれる、そういうのはもうダービーだなっていう感じはしましたね。もうとにかく異様な雰囲気でしたね、はい、なるほど。選手への後押しもすごいけども、うん、サポーター同士のこのなんていうんですかね、戦いみたいなのもあるんですよね。我々が埼玉だみたいなところもあるんですよね。もう本当に金井さんがおっしゃる通りで、もう声出しの応援からももう相手チームのサポーターを圧倒しよう、まあ、僕らもちろん選手もねピッチの上で戦いますけど、ファンサポーターも僕ら選手に後押しするのもそうだけど、相手のサポーターにもこう圧をかけていくような、あのそういうところはもう試合をしながら感じてましたね。緊張感もそうやし、なんか選手自身もね、なんかやっぱダービーの雰囲気をこう、もうファン、サポーター、街からこう与えられるというか、そういうなプレッシャーもありますよね。そうですね。もう本当に勝たなくちゃいけないっていう思いがあるんで、そういう思いプラス、やっぱりね、スタジアム周辺とかで、そういう太鼓を叩いて、あの選手のモチベーションを上げてくれたらね、普段は、あの試合が始まる、まあ、ウォーミングアップぐらいから、ちょっとテンションをかなり上げて、鼻息荒くっていう時間帯を作っていくのが僕のルーティンなんですけど、ダービーの時はね、そういうスタジアム前からファンサポーターの方がモチベーション上げてくれるんで、もうスタジアムに入るバスからもうふんがふんが鼻息を荒くしてね、そこでもうだいぶ疲れが来てるっていうのがあったりするんですけどね。じゃあもう今週の9月10日、はい、ニースタで行われる19時キックオフで行われるこのいわゆる伊予決戦ダービーっていうのは、はい、うん、もうこの1週間前もう切ってますから、うん、結構もうみんなも森脇さんも含めてちょっと気持ちも入ってきてる感じですか？はい、もうかなりテンションは上がってますね。うんうん、やっぱりね、まあ、この1週間前になるところから、ダービーが、うん、日時が決まったところからやっぱりね、そういうところも意識してるところもあるんで、まあね、うん、今治には負けたくないっていうそういう気持ちはどの選手も持ってるんで、うん、もうモチベーション的にはもう最高の状態にあるのかなっていうのはありますね。なるほど。チームの状況もやっぱりいい感じで、うん、まあ、ダービーっていうところもありながら、はい、まあね、この間の試合は僕ら愛媛 FC ね、うん、残念な結果になってしまって、まあ、今日から練習スタートしたんですけど、うん、まあ、今日の選手の活気という意味では、まあ、もうダービーに向かってるなっていうところは感じ取れたんで、まあ、選手もそこを意識しているのかなっていうのは感じましたね。うん、なるほど、ありがとうございます。駒さんは今治側はダービーという雰囲気、そしてチームの状況みたいなってどんなっすか？状況は、まあ、今日は休みだから、明日から練習で、うんうん、まあ、そこから気持ちが高ぶっていくんじゃないかなとは思ってる。なるほど。お互いね、前節は敗れたんで、ここから、ね、昇格への争いっていうのはお互いにとって負けられない試合になると思うんで、かなり白熱するかなと個人的に思います。まあ、この間の試合よりもお互いが今上位にいるから、あとは J2 昇格争ってる中で、伊予決戦があるからよりなんか盛り上がる
感じはするかなと思います。駒さん、それこそ岩田とかに所属してた時の静岡ダービーとかどんな感じだったんですか。もうそれもすごそうな、なんかサッカー王国のね、うん、やっぱその2チームがやるっていうのはまた埼玉ダービーとは違う凄さもあるんじゃないかなと思ってんすけど。でもさっき森脇が言ってたように、うん、試合前からサポーター同士のやっぱり応援の戦いもそうだし、うん、やっぱりそのダービー1週間前から練習場にサポーターが来て横断幕張って、まあまあ似たところはあるかなとは思うね。うん、メディアの取り上げ方も駒さんすごいんですか、やっぱりもうダービーとかになると。そう、やっぱりサッカー王国だから、うん、もうメインがダービーになってるのかな、うん、ニュースも、うんそれやっぱチケットとかって完売っすか。完売だね。ああなるほどね、すごいな。やっぱダービーってやっぱ金井さんそうじゃないとダメですよね。うん、そうですね、うん、確かに。だから今週はどんぐらい入るかな。本当ね、1万ぐらいはいってほしい。それはもう金井さんのこの番組にかかってますよ。いやいや、森脇さんでしょ。いや森脇さんの YouTube でちょっと YouTube で、あのあバチェラーババさんの話じゃなくてバチェラやっぱり今週盛り上げんと。本当っすよね。もうそこをねちょっと盛り上げていかんといけんのですけど、まずはちょっと金井さんとね、あの駒さんの力を借りてね、バチッと行きたいなと思ってんすよね。多分この番組で5000人はあのファンサポーターの方増えると思ってるんで、うん、増える。いや急に金井さんそわそわなんかしてきてない。脇汗だけちょっと今。いやこれでもまだまだちょっと話ちょっと尽きずにまだまだ話したいところなんですけども、あのそろそろ締めてくださいっていう広報の冷たい顔が見えますね。早いですね。あと2時間くらいはどうですか。あと2時間行きたいですよね。行きたい、本当行きたい。これは行きたいよ。駒さんの目がもうなんだ2時間は無理だっていう。あとの練習までじゃないの。上の上来ちゃった。言ってるよ。本当にもう、ね、これまたちょっとね、森脇さん、まだせっかく僕らあの今一緒の愛媛に住んでるわけですから、なんかサッカーもちろん今治盛り上げたいですし、はい、うん、あの森脇さんも愛媛FC盛り上げたいと思いますし、うん、でもね、サッカー界ってもっと広いところにあって愛媛を盛り上げたいとか、うん、もっと全国盛り上げたいとかっていう気持ち、うん、多分あると思うんで、はい、あのぜひ引き続き、はい、僕もポジティブエナジャイザーみたいなのかな。あ、言えましたね。噛むかなと思ったけど。また引き続きね、いろいろあの盛り上げていきたいと思いますんで。ぜひぜひお願いしますよ。もう毎週呼んでいただいたら、もう毎週、うん、出させてもらって。もうやっちゃう？その時はぜひ。はい。ぜひよろしくお願いしますよ。よろしく、ね、ありがとうございます。ちょっとそろそろ時間と。早いですね。今度、いいよ、あの、駒さんも金井さんも、あの、誘ってんじゃんラジオ、ラジオで誘ってんじゃんレイディオの方、あの、はい、うん、ぜひ出演してください。あと、誘ってんじゃん TV の YouTube の方にも。いや、大丈夫です。いやいや、いいの、断るの早いな。駒さん、駒さんどうします？ちょっと、なんですか、駒さん、バッテンが早いの、本当に。もうでもなんか駒さん、バッテンがちょっと出てもいいかなっていうようなバッテンやったけど。両方ダメです。両方 NG？ NG？ もう両方 NG です。両方 NG な。ちょっとじゃあ、あのご利用しで練習場に押し上げて、駒ちゃん来ましたよって、もう金井さん来ましたよって行くんで。いや面白い。いや、ぜひぜひ、なんかね、はい、最後にあの、あ、うん、あ、何どうぞ。内容ある話、駒さんしました。なんか。したよ。だいぶしたよ。したんですか。軽くかじったぐらいじゃない。そうですよね。なんか、雑談で。いやー、ね、これがこの番組なんで大丈夫です。なるほど。はい。あの、最後に、あの、お二人からね、あの、
このカナイがイカナイトのリスナーのことをイカナーと呼んでるんで、あのイカナーの皆さんに、メッセージを、最後、イオケッセについてでもいいんで、メッセージを、言っていただいて、締めたいと思いますんで、はい、じゃあ、森脇さんから、メッセージいただけますか。わかりました。イカナーの皆さん、今日は、カナイさんの番組、ご視聴していただきありがとうございます。そして、番組を騒がす、もうカミカミだ、最後。だめだ。番組を、はい、終わり。最後に噛んでる番組を騒がしくして申し訳なかったです。今週9月10日はいよいよ伊予決戦ということで、本当にたくさんの方にスタジアムに来ていただいて、FC 今治と愛媛 FC の白熱したバトルを見ていただきたいなと。そして、森脇の大先輩で、大リスペクトしてる駒野選手とのね、バトルというのもピッチ上で繰り広げたいなというふうに思ってるんで、まあ、お互いね、どういう状況で出場するかわからないですけど、このトーク番組以上に、伊予決戦は盛り上げたいなというふうには思ってるんで、ぜひスタジアムの方にイカナーの皆さん来てください。スタジアムにイカナー、あれやばい、ちょっとドスベリ話しちゃいました。ごめんなさい。いや、めちゃくちゃ受けてました。ありがとうございます。本当ですか。ちゃんと音声、音響、話題の音声入れといてくださいよ。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。駒さんもメッセージお願いします。はい、ね、今日の話以上に、伊予決戦、熱い試合を見せたいと思うので、まあ、家の中でね、ザゾーンを見て、楽しむのもいいですけど、やはりスタジアムに来て、見ていただく方が、すごく楽しいと思うので、ぜひスタジアムに来ていただいて、応援してもらいたいなと思います。ぜひ FC 今治を応援してください。ありがとうございます。今お二人からもお話ありましたけども、この9月10日、19時キックオフインスタで行われます伊予決戦、ぜひ当日もたくさんのイベント、盛りだくさんですし、お得な情報もたくさんありますので、ぜひ両クラブのホームページにアクセスしていただいて、ぜひ愛媛を一緒にスポーツで盛り上げていきましょう。次回の出演者はまた、追って連絡したいと思っております。それでは、次回もお楽しみに。今日のゲスト、愛媛 FC 背番号46番森脇選手、そして FC 今治背番号3番駒野選手、ありがとうございました。ありがとうございました。愛媛FC絶対勝つぞー。これカットされるパターンだ。これは全力で駆け抜けていくんだ、いざ勝利の戦士を、ここに歓喜の渦を、秋を越せ胸を張れ。君と